はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、で前回の続きからやっていきたいと思います。パーティー編成は終わっているので、このまま次へ進んでいきましょう。温泉、久しく入っていないわね。遥か昔から人々は温かな湯に安らぎを求めてきた。治癒の力だけではない、人と人をつなぐ不思議な力がここにはあるのね。お父様、皆さんを誘うのはいかがでしょう。そうは言ってもだ。あら、大丈夫よ。裸の付き合いというやつね。より絆が深まるんじゃないかしら。異界の皆さんとの絆、深めたいです。わかった、声をかけてみよう。ま、その結果追い出されたわけだがな。てっきり婚約かと思ったんやけどな。そんなわけがないだろう。心なしか悲しい雰囲気だな。男しかいないからな。ん？おい、シルフィーは？帰った。風呂に入っても一銭にもならないだとよ。今は待てばいい。座して待つだけでいいのかね、君たち。いや、我々だけで先に行くわけにもいかない。この異界の門もまだ不安定なままだろう。バシュロン、お前まさか。このシチュエーション、たぎらないのか、その父親が。いや、別に。それに相手を考えろ、叩きのめされるぞ。たとえ見つかったとしても、彼女たちは武器を置いていっている。痛い目に会いに行くってわけか。考えたな、バシュロン。あ、痛い目には会いにくいってわけか。痛い目に会いに行ってどうすんだよ。そんなに大したアイディアではないと思うが。まったく、おっさんってのはみんなこうなのか。第一、あいつらに気づかれずに近づけるとでも思ってんのか。あの男ならば、あるいは。誰のことだ。先生、どうだい。ダメだ。ん？体が、勝手に風呂場に。無我の境地なのか。待っていたぜ、この時を。大神隊長に続け。まったく、早く帰ってこいよ。待て、行かせるな。娘が入っているんだぞ。行く前より、物悲しい感じになっていないか。目的は果たせたのか。頑張ってはみたが、気功剣や召喚獣、ファイナルクロスが飛んできた。愚かな、武器を持たずとも戦える者たちを失念するとは。すまない。俺の体が勝手に動かなければこんなことには。難儀な体質だな。ま、命があるうちに改善するこった。はあ、いいお湯だった。温泉で食べるおでんパン、最高だね。お、上がってきたな。風呂で何を食ってたんだ。わしの美しさにも磨きがかかったというもの。そう、風呂の女神といっても差し障りあるまい。風呂の女神ってなんだよ。あんまりかっこよくないな。これが本当のオフロディーテちゅうやつだ。急に華やかになったな。まあ、そりゃそうか。いやー、ほんと最高。ここんとこ、走り回りっぱなしだったから。不審者を叩き出すイベントも、まあまあ面白かったわ。楽しんでもらえたようで何よりだ、君たち。それで許されると思ってます？綺麗だったよ。なんと、大神氏の方は悪びれていません。でも、なんとも悪くはない気分です。評価上げんの大得意だな、大神隊長。そうでしょ？女は見られて美しくなるのよ。もう、大神さん、いけませんよ。異界の人はみんなお上手ね。私たちは騙されませんからね、大神さん。まさか、進次郎がお風呂を覗くのは、この人の影響？もうプリンだけじゃ許せません。クレープもつけてもらわないと。仕方ないんだ君たち。泡の消えないシャンプーの謎が気になって。他にも何人かいなかった？正直に手を挙げて。りょうくんとか怪しいけど。興味のある年頃じゃない？高校生くらいになると。待てよ、するわけないだろう。そんな趣味はねえってんだよ。僕は中学生だし、よくわからないな。それくらいで許してあげなさい。減るもんじゃないんだし。
減ったら困りますって。そういう問題じゃありません。もっと大事なことがあるの。異界の門が安定したみたい。予想より早いな。これで元の世界に戻れるんだな。待ってください、ホツマさん、チキさん、マーベルランドへ出ることは可能ですか？ええ、あなたやカムーズが来た世界だし問題ないと思うわ。オーマやシャドルーはおそらく渋谷におる。そやつらを追い詰めるのが先ではないのか？いえ、黄金の種を持ち歩くのは危険です。竜宮城で再び封印をしてもらいたいのです。それに同時にあの城にある竜騎1号を呼び寄せることも可能だと思います。そいつは頂上だ。あの車両はあるに越したことはない。そうと決まればマーベルランドね。さっさと神竜の巫女さん、お願いしていいかしら？ええ、すぐにでも大丈夫よ。じゃあさっぱりもしたし一刻も早く出発ね。ちょっと待てよ、俺たちの風呂の時間は？不届きなことをした罰よ。竜騎1号が戻るまで我慢しなさい。それはバシュロンや大神たちだけだろう。タチって誰？タチって止めなかった方にも責任はあります。なるほど、君は止めなかったの？いや、水を差しちゃいけない雰囲気かなと。風呂だけに。オチもついたところですぐに出発しよう。俺たちの入浴シーンなど需要もない。それが世の常なり。泣けるぜ。守備はどうかしら？間違いなく99個揃ってる？あお、バッチリなのです。組み立ても順調ね。ビルドアップナウ。テンション高えな。疲れるんだよ。組み立ててんのは俺たちだぞ。ああ、しょうがないでしょ。この子にやらせてみる？構いませんよ。どうなっても知らないですけどね。ノリで適当に組み立てそうだ。俺たちでやるしかあるまい。そういうこと。坊やたちが戻ってくる前にやることはやらないと。ですがミスサヤ、本当に私でいいのですか？遠慮しなくてもいいのよ。私は似たやつに一回乗ってるしね。イエス、そんじゃま遠慮なく行かせてもらいましょう。毒ゴズ、毒ネズ、早いとこやっちゃいませなのです。喋りづらい。ヌー、お前のところのソードなどにも手伝わせろ。極東本部のエージェントをなんだと思ってやがる。吸うぞ。坊や、間に合わなければ私たちの勝ちよ。異界の門から転送に成功したようです。成功ってここがマーベルランドなのか？黄金の城があったのと同じ場所だよな。砂漠じゃない、せっかくお風呂入ったのに。別の地方なんだろう。ここは前の事件の時に来たことがある。ほらバシュロン、砂風呂だよ。入るか、死ぬってんだよ。バシュロンさんでなくともこのままでは熱中症の危険性があります。ええ、早いところ建物に入るべきね。はい、目的地はあのピラミッドです。入りましょう。わかったわ、走るわよ。了解、せっかくお風呂に入ったのに干からびるのは勘弁だし。ずいぶん地下まで来たな。目の前にあるのは魔法陣か？以前の事件の時にも来ましたけど、相変わらずひんやりしていて雰囲気がありますね。こんなん怪しげな占い師が使ってたん見たことあるぜ。魔術やろ魔術。ワルキューレ君、ここから黄金の種を竜宮城に戻せるのだな。あとは私の竜騎1号も引き上げられると。ここで。そうなのですが、何か問題があるんですか？この魔法陣、力が失われているな。え、作動しないってこと？うっすらと光ってはいるけど。魔力が弱すぎるわね。これじゃあ異世界への扉なんて開けないわ。省電力モードみたいなもんか。どうすればオンにできるんだ？そうですね、皆さんのお力をお借りできれば。俺たちの力？木なら高められるが魔力なんて持ってないぜ。少しずつ心の力をお借りします。魔法陣がそれを魔力に変換してくれるでしょう。俺たちを電池代わりにしようってことか。体に害はないのか？少し疲れたりするとは思いますが。それなら十分に木を練っておけば大丈夫だが、具体的に俺たちは何をすればいいんだ？あ、そうですね。では目印になるものを。あ、なんか光の輪っかが出たよ。はい、あの円に立っていれ
いただければ魔法陣を囲むように8箇所ですね。縦横斜めの位置に立つのか、なんかやったことあるな、こういうの。ぐるぐるっと魔法陣を囲んでかっこいいポーズを取ればいいんじゃな。え、ポーズがいるの？かっこいいって言っても具体的にどんな？こうですか？こうでしょうか？似てる。こんな風に着替えるのは？なるほど、そういう手もありますね。どっから持ってきたんだ、ゼファー。いえ、普通に立つだけで大丈夫です。8箇所に立っていただければ、あとは私がやります。わかったわ、それじゃ始めるわよ。ん、なんだ、魔力を感じるが、魔法陣が動く。あ、宝箱っぽいのがある。あ、これは、カムズが連れていた炎の怪物ですか？もともとは、魔王、ゾーナの生み出した魔物です。このピラミッド内にいた者たちでしょう。魔力に惹かれて集まってきたのか。すべて園内に収まっていますが、これで魔法陣が起動したりはしないのですか？いえ、このモンスターたちの力では無理です。逆に危険な状態になりましたね。うん、半端な力を持つ魔物どものせいで魔力が揺らいでいるな。あの火だるま野郎ども、余計なことを。どうする？やっつけて席を取り戻そう。それでいいんだよね、ワルキューレさん。はい、それで大丈夫です。準備ができたら私が安定させます。それまでは魔法陣の中には入らないようにね。何が起こるかわからないから。オーマイガー、回り込まなきゃダメってこと？めんどくさいな。それと一度光の円に入ったら動かないようにしてください。ホノーリアンのせいで魔法陣が不安定になっていますので。なるほど、円に誰が入るかも重要なのか。頭を使え。そうだな、誰をどの位置に固定するか少し考えた方が良さそうだ。行くぞ。え、どういうこと？全然わからん。頭を使えって言われても。一体ずつ味方ユニットを立たせる。魔法陣を囲む8箇所の枠内に一体ずつ味方ユニットを立たせるため、最低でも8体の味方ユニットを出撃させよう。はあ、で何体出れんの、そもそも。ユニット配置か。これはいらないな。出撃数10、ほぼ持ってかれんじゃん。どうやって切り替えるんだっけ。最近切り替えてなかったかな。ちょっとサクラも外して一回大神を入れよう。ロックマン外すか。龍剣も外すでしょ。チュンリーはちょっと入れとこう。あとなー、バシュロンのところも入れたいから。コスモスがね、移動力4なんだよね。やっぱりちょっと移動力4は今回いろいろ動かないといけなそうだし。6のやついたっけ、他に。6はいないか。ってことは5で入れておけばいいんだな。桜あたりを入れるか、それともテイルズ組を入れるか。んー、どうしようかな。テイルズ組を入れておこう。あ、もう一体出れんじゃん、そういえば。ちょ待って、ちょっと待って。じゃあ、サクラを入れておこう。オッケー、じゃあこのメンバーで行きましょう。8体か。あ、とりあえず奥の方には、移動力6組でどんどん向かって。ホノーリアン自体は多分弱いからな。一発で倒せる。こいつも6あるな。基本6のやつを出してるからな。あとはどこにどう増援が出てくるかっていうところだな。やるか。行こう。こいつなるべくな、ちょっと取っときたいな、いろいろ動かし役で。大神はちょっと一番先頭の魔法陣に立たせよう。これ一気に全員入んないとダメとかあんのかな。なんか魔力が不安定だみたいなこと言ってたからな。そう、宝箱要員か。あと宝箱要員で機動力6のやつもちょっと、ストライダーちょっとあっちの宝箱取りに行くか。このまま下にあるやつ、
任務を開始します。こいつを倒さないと先に進めないな。頑張れ。運切るぜ。そこだ。狙い撃ちだ。わ、倒せない。開始します。お到着。動いちゃダメって話だし、ゆっくりしよっか、シエルちゃん。まるでピクニックですね。でも油断は禁物ですよ、ナナさん。普通に入るだけでダメなんだ。ってことは一回避けていかないと。そういうことね。大神はもうあれだな、でも大丈夫そうな気もするけど。サグラス行くわよ。ま、適当に。準備完了しています。え、魔法陣そのものには入れないのか。突っ切っていけるってわけじゃないんだな。そうするとしまったな、ちょっと配置を。汚れた白魔、静かに眠れ。サイファーに。ストライダーまずこれ取りに行く。大神のあれを使おう。お待たせ。風。飛竜。よし、突撃だ。あ、入っちゃった。着きました。大神さん、ここで二人っきり動けなくなるんですね。いやいや、一時的にだよ、エリカ君。ついうっかり入っちゃうな。こんなものね。神竜の鱗。任務だ。甘い。汚れた白魔よ、静か。ここに誰を、1、2、3、1、2、3、一人ここに突っ込まないといけないな。そうするとレイジ組をちょっと派遣しないと無理だな。めんどくさ。あんまり。炎に炎をやってるけど聞くのか。経験値のありふりはどうなってんだ。でレイジもちょっとこっち行かないといけないから、ゼファーバシオン組をここに置くか。そうするとサクラはとりあえずこの宝箱、あれ取りに行けねえし。共に行こう。大丈夫だ。こいつ動けないね。やっぱり行きます。とりあえずなんか立ったら出てきそうだな、敵が。それかこの炎くんが全員いなくなったら増援か。一体ずつ入っていっちゃっていいのかな、どうなんだろうな。ちょっともう分かんなくなるから入ってこう。ここで固定。ここで立ち話かよな、あバシロン、見えたのか。子供にはまだ早い。いや、ダメだったっぽい口調だったし、だってさっき。極めろ。ストックボンバー。あれ、ここもう宝箱ない。この2つでいいかな。それだと、あー、すっげー奥にある。マジか。ストライダーヒルあっちに向かせよう。宿命か。カイト、ハセをここに入って、クロムここに入って、サクラここに入れて、チュンリーを一番奥に入れて、こいつらがここに入ると。よし、このパターンでいこう。行きましょう。これ取ったら入っちゃっていいかな。ここで待ってりゃいいのか。魔法陣に魔力を集中か。なんともゲーム的だな。でもこういうのってちょっとワクワクするよね。あー、出てきたか。あ、魔法陣が光り出しました。あー、いけるぞ。エネルギーが確実に増大している。うん、この調子であと半分じゃ。4箇所を抑えればいいわけじゃな。簡単にはいかないようです。
空間転移の反応をキャッチしました。何か来ます。ち、また別のモンスターが寄ってきたか。お、いっぱい出てきた。こっちの方に。グノーシスだ。どうしてここにグノーシスか。中途半端に魔法陣を起動させたせいかの、異なる空間から迷い込んだか。まだ配置が終わっていないのに。おお、ティーロス久しぶりね。コスモス、ティーロス、どうしてあなたがここに。私たちがここに来ることを知らないはず。待ち伏せていたとも思えないけど。ティーロス、あなた落ちた腕からどこに行っていたの。どこにも行ってなどいないわ。今そこから来たところだから。まさかここと巨神界がつながったということですか。私は次元の Y 極点をついただけだ。そこで貴様らに会えるとは幸運、いや運命か。そんなドラマチックなものじゃないだろう。あなたと一緒にいた黒い顔つきもここに向かっているの。やつは海に潜ってそれっきりだ。それ以上は知らないわ。潜った。やつは竜宮城には現れなかったか。厄介な相手がいないならそれでいいさ。問題なのは目の前の厄介な女だと。降りてこい、ティーロス。忙しいがついでに片付けてやるぜ。私に指図するな、小僧が。貴様らの相手などグノーシスで十分だ。高みの見物か。何を企んでいる。いや今はいい。魔法陣の起動が不完全であることを忘れるな。ああ、グノーシスは邪魔だが残りの半分を片付けるのが先だな。コスモス、頼む。了解です。ヒルベルトエフェクトを展開します。ヒルベルトエフェクト。どのみちこの程度のグノーシスたちではこいつらには勝てん。この空間の次元 Y 極がもう少し大きくなれば奴らも動くはずだが。あれ、なんかびっくりマークがついてるよこれ。あ、いけないってこと。みんなほとんど動いてんな。なんてことだ。だって動いてないやつだってそれはね、この二人だもんね。ってことはこれね、逆サイからも多分来るな敵が。この勝負完全に待たないといけないっていうのが辛いとこだな。射程外から攻撃されたらちょっと何にもできないかな本当に。熱き血潮で恋勢を。あの魔法陣占拠されてるし、チュンリ置いちゃおう。もう到着。どうやって時間潰そうかな。しりとりでもやる。チュンリーさん、やらないわよ。敵はいるんだから警戒しなさい。で多分なんかね、魔法陣埋めると起動してみんな動けるようになる、そんなパターンだといいんだけど。ここでいいのか。ただじっと待つってのは性に合わないんだがな。戦いに忍耐が必要な時だってある。焦りは禁物だよ、ユーリ。ただこれ魔法陣を占拠して動けなくなるっていう可能性もあるからな。よし、行こう。いいですよ。まずこいつらを倒さないと。俺の正義。4万。ちょっと舐めてた。私たちに任せて。頼もしい味方がついていない。火の矢を引かせて。で終わりだ。みんな敵から離れてください。いや、絆が生む強さを。絆が持つ力を。終わりです。超いい。残ったか。何、耐えた。先に進めないなマジで。倒せるやつを倒す。あ、別の技で倒してチャージしておけばよかったかな。いやもうマジでやることない。後ろか。おお、反撃不能を食らった。うおーマジかよ。意外に食らうな。9000は倒せんな。
地味に行くわよ。36そっか、かなりレベル上がんな。どうなる乙女の騎士の名のもとに永遠の剣よ。ジャッパーとブラスターガストノッチ訓練中どうしても壁に穴を。だってこいつまだ32でしょ。ストライダーヒールはちょっとやっぱり宝箱だな。でこいつはもうここに配置しちゃおう。ここからしばらく動けないんですね。素振りでもしてみましょうかお父様。そうだな、何もしないで待つよりはいいだろう。いや戦闘には参加させるよ。後ろから狙えばいけるはずだ。なるほど君しっかりね。これで解決だ。うん決めようよ。いきなりバイバイ。ハリオンシルバー。そうだその位置だ。シャオムザーン神羅万象天地ご主人様。であと動けるやつはいないからターンエンド。こいつもな、すごい1万食らうんかい。気絶したただ。私たちに任せて。後ろを向いたまま攻撃すると攻撃力下がるのかな、それとも 1.0 倍のマナなのかな。ちょっとそこがあれだけど減らない。とにかくガッツが足りない。減らないって言っても1万9000は当たってるんだよね。構わないわ。さくらを分かりました。あと2歩必要だからしょうがないな。ちょっと減ってる人たちがいるからアップルグミを使おうか。もう1個使うか。射程3のやつだったらな攻撃できたんだけど。任せろ。ちょっと後ろを警戒するか。こんな感じで今回、うん、思い切っていこうよ。お父様と一緒ならきっと。お父様と一緒ならきっと。ほとんど大道芸者の皆さんご一緒に。いきなり倒せます。この答え仕方ない。1万5000よし OK。 進路賠償天地結果は頂上でターンエンドと。おお気絶した。マジか。7000くらいだったら全然余裕だな。僕を見ている。ケープが足りないな。ちょっと一旦さくらをもう配置、いやちょっと待って、宝箱取ってからしよう。宝箱を取ってスペシャル組、あー微妙だな。行動回避じゃなくて行動のあれができるから。ふう、魔法陣ってあまりいい思い出がないから怖いわね。僕もだよ。早く終わらないかな。これで8カ所だ。ワルキューレ君準備ができたぞ。ティーロスに邪魔をされる恐れがあります。速やかに実行してください。わかりました。竜宮城への門を開きます。まずは竜騎1号を召喚するでしたよね。そうです。その後入れ替わりに黄金の種を竜宮城に戻します。いやこれ絶対敵出てくるよ。竜の住まう宮よ、我が呼びかけに応え時の扉を開いてください。開いてくださいってお願いなのか、なんか呪文とないのかと思ったら。アンビリーバボー、 It's beautiful。 すごい力を感じます。ちょっと頭がクラクラします。次元の歪曲が始まったのをうまくつながってくれるといいが。あ、スペース探知機がやたらと反応しています。向こうの方に何か来るようです。向こう、どのあたりなの？ティーロスたち以外に誰が？ふんふんふん、そうか、それが鍵だったか。
シグマ、どこから入り込んだ？ここにいたというのが正しいな。このマーベルランドにな。まさか貴様、黄金の城から逃げ出した後、ずっとこのマーベルランドに？確かこの世界の力とやらに興味があると申していたな。いろいろと解析は済んだ。異世界のエネルギー、素晴らしいものだぞ。そんなものを集めてレベルアップでもしようっていうのかな。違うな。私自身を強化しても限界がある。分かってるじゃねえか。俺たちが揃えばてめえなどに負けやしねえ。だからこそ必要なのだよ、私に匹敵する力を持つ者がな。なんだと？そんな奴がどこにいる？今はおらぬ。かつていたという方が正しいか。心当たりがあるのではないか、ストライダーよ。飛龍さん、え、どういうことですか？奴は俺が切った。今はもういない。私もかつてゼロに、そして X に敗れた。だが今はここにいる。何、まさか復活するというのか。やはりシグマが言っているのは、かつて冥王と呼ばれた男、グランドマスターか。私の精神は電脳空間をさまよっていた。ならば冥王の魂は今どこにある？まさかそれを召喚するためにこの魔法陣を。ふんふんふん。魂を呼び寄せる、そんなことが可能なのか。それならば魔法陣のエネルギーが増大、次元歪曲が発生しています。いけない、竜宮城とつながってしまった。さっきの召喚中止にしたんじゃなかったのか。そのはずなのですが。とりあえず龍騎1号が出てきたな。わお、龍騎1号じゃん。本当に呼び出しちゃったよ。なんか久しぶりな感じ。家に帰ってきたっていうか、まあこの場合は家が帰ってきたっていうか、懐かしんでいる場合じゃないわ。うまく竜宮城とつながったのはいいけど。ええ、これじゃあシグマの思うツボじゃないの。その通り、素晴らしいエネルギーだ。異世界の力、ますます手にしたくなった。そんなろくでもねえこと考えてる顔されちゃ、はいそうですかって渡すわけにはいかねえな。ここで奴が死ねば問題ない。それはこちらも同じこと。お前たちさえ片付ければ。だったら俺も始末するってのか、てめえらよ。この声はまさか。声がしないからわからん。この車を押さえとけば一番おいしいところに間に合うと思ってたが、読み通りだったようだな、ダンバンの妹よ。黒い顔つき。まさか竜宮城で車両を見張っていたの？図体に似合わず豆ね。俺はめんどくせえことが嫌いでよ、これなら確実だろうが。なるほど、竜宮城から出る必要はなかったか。なかなか悪知恵が働くではないか。なんだてめえは。こいつらの力は俺がいただく。邪魔をするなら。あの魔法陣の中入れないのに。どうやって入ったんだろう。容赦はしねえぞ。あ？その威勢の良さは買ってやろう。鬼神兵とやらの技術ももらってやろうか。抜かせ。確かにこれなら確実にコスモスたちと会えるか。考えたものね。おすっげえとこに出てきた。だがその魔法陣、私も興味が出てきたわ。そこをどきな。ふざけるんじゃねえぞマシーナの女。そこで指をくわえてみてな。まずいことになったな。まさか敵を呼び寄せることになるとは。でもさ、仲間割れをしているみたいだぜ。こいつをうまく利用できれば。ふんふんふん、慌てるな。役者はまだ揃っておらぬのでな。え、まだいるの？ハヤト、あなたがどうしてシグマに？この男は巨神界といったか、あの世界の海底から抜け出したところで拾ったのよ。そうか、神崎ハヤトは巨神界、体験の警告でベガのサイコパイアンに操られていたな。私が回収した。ストライダーに匹敵する男、捨て置くわけにもいくまい。俺はウジューン。ハヤト、あなたもしかして？ジューン、俺を。ハヤト。おい、このハヤトってやつ、元に戻り始めてるんじゃないのか。巨神界での戦いの時、ベガのサイコパワーの影響を受けたのが原因かもしれないわね。
彼を凶暴化させているもう一つの人格が崩壊しかけている。そうはさせん。シグマ、俺をなんとかしろ。心配するな、スターグラディエイターよ。この後、シグマウイルスを分け与えてやろう。そんなことはさせないぞ、シグマ。アイドとサイコパワーの後にシグマウイルスとか、あいつどうなっちまうんだ。ハヤト、頭が沸騰しそうじゃよ。ジューン、俺を早く。必ず助けてあげる、ハヤト。ち、もう長くは持たんか。ソロ、分かっているな。了解した、敵をすべて排除する。待て、まず始末すべきは、イレギュラーハンターやストライダーどもだ。何？まとめて片付ければよかろう。確実に潰さねばならん者たちからだ。T 兵器よ、そして黒い鬼神も構わんな。いいわ、私はコスモスさえ始末できればいい。俺もだ、ダンバンの妹、そしてその、ま、取り巻きがまず先だぜ。結局、私たちが先に狙われるんですよね。我々がすべきことは決まっています。まずは現場を確保、しかるのち脱出です。ワルキューレ、魔法陣が起動した今、光の円からは出てもいいんだな。はい、大丈夫です。全員で戦いましょう。ストライダー、我らの主を再びこの世界に呼び戻してみせる。入れ替わりに、お前はここで死ね。奴は戻れはしない。戻ったとしても、また切る。何も変わらん。何一つだ。闇を彩る光の残線。あれ、今どっちのターンだっけ、そもそも。こっちのターンだっけ。ストライダー、一人でいけそうだな。とりあえず、XP は貯めておこう。ここが黒い顔つきだから、まず気絶気味を回復させるか。いいですよ。で、後ろを取って。お父様、どブロックが結構あるな。集いなさい、戦士たちよ。エナラとど、太陽の光よ。わぎゃこった。ラストノッチ。ビッグの術で終わりにします。すいません。あ、そうだ。プラズマフィールドを展開しておくべきだったな。確実に追い詰めているはずです。大神先生、お願いします。実際は大神が使うわけじゃないけど。プラズマフィールド。で、こいつは横から殴るでしょ。恐れず、負けられない戦いなんですね。浄化の炎を守れない。それ敵を貫く。これ練習したんです。私のセクシー台風。勝って兜の王を締めよです。勝利の女神が微笑んでくれたようだね。そういや、最近ちょっと新たに習得した技を見てないな。で、 134% あるから、さてと、もう一歩進めるかな。なんかいいのがあれば、バックアタック 35% アップか。これは使いたいな。バックアタック 35% アップさせるのと、サイドアタックを 50% アップさせるのって、どっちがいいんだ。アタック 75% アップ。ちょっと待って。万全の状態にして、奴を倒す。大神の SP あとどんくらい残ってたっけ ?50 か。足りないな。まあ、ロージストが SP でいっぱいあるんで、これを使って、風で、ストライダーを上げるでしょ。結局後ろ取れないのか。横50でいくか。死角をつくわ。分身攻撃、これもちょっと使いたい。決める。構わない。で、ブロックを外しとこう。確実に任務了解している。逃さない。トラッシュ削り取るわ。手裏剣発動してる。外さない。片付けさせてもらう。つまらない。おお、めっちゃ強え。死ぬがいい。4000とか。一発で4000とか。18万。ここまで来ておきながら。ティーロス、元の世界に戻りなさい。何？
私の心、そしてあなたの体、一つとなるための方法、わかっているはずです。私と貴様、どちらかが。私たちには、私たちにふさわしい場所があります。それはわかっているはずです、ティロス。それはここではないと、コスモス。はい、そう思います。ミコは私が預かる。戻ってこい、コスモス。私に壊されるために。ティーロス、必ず。コスモス、一体何なの？あなたの中にいるのは誰なの？それはここで語るべきことではありません。いつかは決別すべき心。私もあなたも。よし、あいつを勝たしたのはでかいな。あとシグマ組は勝手に下に降りてくるのを待とう。私たちだね。なんでゲージを貯めつつ、待ちに待ったチャンス。さばいてみる。よろしくお願い。覚悟せい。うわぁ、待った。よし、大冒険だろう。うん、決めようよ。いきなり決まったね。この方にしかもない。ほとんど大冒険だろ。その位置だ。勝負はまだついていないのか。おっと、いいわ。横しか取れないよね、こいつは。ブロックめっちゃ硬いな。お邪魔虫が騒ぎよる。やってじゃどう。お邪魔虫じゃどう。そんなくらいじゃない。それ、夏を入れてやろうぞ。ほうれと、いただき、一瞬だ。ほうの構え。よさしく。めっちゃ重いし、しかも。まあでも半分は減ったか。おお、反撃を食らった。お、気絶した。ちょっとあいつ放っとくか。はいはい、大神で倒そう。大神なんだかんだであんまり敵を倒している印象がないからな。危ない。ちょっと待て大丈夫か、弱くねえか。見せてあげるわね。失礼。よいしょっと。これで決まりよ。正義は勝つ。それが。まあでも33レベルはあるか。行くわね。本気を。みんなブロックが硬くなってきたな。燃えちまえ。逃がすのダメだ。私が援護するから。切るぜ。これで援護する。これを打つの。気持ちを強く。凍って。終わりよ。これが私の最終兵器。いやー、これで完璧。抜けろ、これ当たるだけ。さらばだ。悪いな、またひょっ。了解。おーっとっとっと、回復か。気絶してるやつはほっとけばいいかな。そう。一層つばめ返し。くっとれ。ここは私にお任せしよう。一層つばめ返し。はい。トランシュ。ほら、ほら、ほら、ま。大トランシュ。これが私の超。倒せる？倒してほしいよ。倒せない。ヒットポイント。なんでこう微妙な感じになるのが多いんだ。行くぞ。早く来なさい。反撃できんの？できねえし。気絶した。お前らは確実に始末する。雑魚が。まあこいつ戻る頃には多分戦闘が終わってんな。梅雨と消えるがいい。これ以上ちょっと増援が出るとめんどくさくなるな。34レベルの33レベル。気絶してるからブロックはもう関係ないよね。本気も本気でドーンと行くよ。助けますね。やれば
ができるんです。私の先行だぜ。オッケー、攻撃だけで倒した。おお、これでも2レベル上がるか。クソ、こいつらなんでこんなに強えんだ。私たちが強いんじゃない、あなたが弱いのよ。え、そうなの？抜かすんじゃねえ、ダンバンの妹。何度命をもらっても同じ、あなたはずっと一人だもの。お兄ちゃんをホームスのみんなを裏切って、あなたは何になりたかったの？黙れ黙れ、てめえら兄弟はいつもいつも気に入らねえ。見てろ、何もかも何もかもぶち壊してやる。フィオル、追撃はしなくていいのですか？いいの、コスモス。今は相手なんかしてられないから。私は世界のために戦っているんだもん。正義の味方ですね。真剣勝負、真剣に。これはもうブロック崩して攻撃して終わりだな。こっちから来るやつらを少し倒さないといけないから、大神は一旦ブロック外して。おお、勝って、マジ勝て。華麗な演技を見せるわ。これで決まりよ。強すぎるっていうのも考え、強気で。ソロの射程がどこまであるかだな。結構あるな。一歩だけ動かしとくか。頑張りましょう。行くよ。で、サクッと。髪飾りのオプションパーツで、最後はちょっと全員を回復させてのターンエンドだな。2600。いいですよ、チュンリー、こっちの方に行くか。ストライダーも一応動かしとこう。まだ増援が出ないとも言い切れないからな。んー、でもまあこれだけボス級のキャラがいれば終わりだとは思うんだけどね。4万。空気読まずにやっちゃうからね。お、気絶した。やっぱりな、後ろから攻撃されるとちょっとダメージが弱い気がするな。運命を変えましょう。思い切っていくぞ。これで解決だ。うん、決めようよ。いきなり一目散。ハリウッド。おお、86とか。マジ何なんだ。見事なまでにも倒せないな。おお、これもなんかすっげえギリギリだったな。今ギリギリのところで戦ってるんだな。まず技を使って倒せるやつを倒そう。ファイヤーエンブレム組で援護を入れつつ、この気絶しているやつを殴る。ここだ、電撃決めるぜ。私に続いてください。リノ、アチャルサイザー、乙女の騎士のビッグの術。いやー、これで終わりだ。残るんかい。こいつが硬いのかな。私の心にまだ迷いがあると。
まあカイト補正組で倒して終わりだな。あんま若干のブロックがあるか。決めますよお父様。そんじゃサクサクいくよ。式を大衆一丁上がり行動不能。さすがドットハッカーズのカイト、やるじゃねえか。損傷率限界値をオーバー。ストライダーの抹殺任務失敗。消えろ貴様になど用はない。やつは完全に終わったのか。こいつはちょっとここら辺で待っとこう。大神を少し合流させつつ、こっちさ。私です。対処します。ここら辺かな。わしが切り札。こいつ硬そう。ブロックが硬そう。獅子奮陣。こんな出来ではレイジに。結局ストライダー飛竜の力も借りることになりそうだな。相手になろう。うわ、こっから来んのか。戦いを始めようではないか。ちょっと今 XP 使っちゃったからな。マユシャやってみよう。ためろためろ。ネットオール勝ったマジ硬い。逆転させる。いきなり解散。結果は頂上の至りというところか。ベクターヒットポイント3万6000か。私だな。うおー、技使ってくるか。しかもやばい死ぬ。ここはちょっとプラズマフィールドを展開しよう。展開できねえし。間違えた。プラズマフィールドを展開。フィールド展開。一応横からつけるな。もう一歩行けばでも後ろからつけるな。やりましょう。ちょっと待って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 。アイテムで、同時ストで、とにかく、80必要だっけ、風って。ストライダーヒル。で、後ろを取れることを確認して、後ろ取れねえし。なんなの一体。じゃあ横だな。サイドアタック50。で、75上げとこう。オレンジ組を使っちゃおう。ん ?100 必要なんだっけ。見切れて。これでシグマは確実に倒したな。9万1000。一回これで外す必要があるかでも。人使いが荒いもん。その命もらい受ける。遅い。地獄へ落ちる。おっ倒せねえし。マジかよ。89,000。ああそうか。そういえばシグマはこんなもん持ってたね。XP 削りみたいな。わかりました。届く？シグマ届いてるね。意外に遠いと思うけど。いやーこれでもう終わりだ。敵も片付けます。マクロだね。一生両断貫いて落ち。効果方針。なんか叫び声がいいよな。悪党にしてはちょっとなよなよしている感じがする。なあ、聞いたのか。そうらしいが、少し様子がおかしい。油断するな、X。どうやら無理も効かなくなってきたか。なんだと？私に残された時間もあとわずかだ。シグマウイルスは完璧ではなかった。このボディではその暴走に耐えられまい。デジタルデータからの無理な復活が、奴のボディを蝕んでいるのか。だが、お前たちにはやられん。自分自身で決着をつけよう。X。また会おう。何度でも何度でも私は。結局どうなったの？勝ったのか。奴は放っておいても自爆するらしいが。
本当にそうなのか、あのシグマが戦わずに最後を迎える、ここではねってことでしょ。覚悟、ブロックは外してもらおう。ここは攻め続けるしかない。ジェミニーついてきて。一生への奇跡突きつけ。皆さんご一緒に、いきなりバイバイ。ちょい残るな。倒せずか。あれ、そういや回復させるのを忘れていた。ちょっと技が使えないけどな。二人で殴れば怖くない。皆さん、私に続いてください。一丁やってみっかの。なりやまる死ぬ役だ。銀の槍、ビッグの術で終わりにします。見せて。銀の槍、これいけるっしょ。私たちに勝利を。ほいっと、まあ二つにしてやったぜ。ジュン、グー、ハヤト、目を覚まして。あなたは戻ってこられるわ、ハヤト。ふざけるなよ女、この俺、この体は俺の。うん、あなたは本当のハヤトじゃない。ハヤトはそんな人じゃないもの。ジュン、俺を殺せ。ハヤト、そんなできるわけないでしょう。やらねば俺が誰かを殺す。その前に、できない、できないわハヤト。そうだ、できるわけがない、この体は俺の。チャンスはあるかもしれない。ジュン、次が勝負になるぞ。そうね、どうしても無理ならその時は。トンプがどこまで来るかだな。うっ、すげえ射程だ。目印はこいつ、ここだったら大丈夫。で、ユーリも近づけておくか。対処します。で、下がろう。 OK。 ヒットポイントはね、多分回復させなくて大丈夫だと思うんだよね。今アイテムがちょっとね枯渇してるから。で、ユーリで攻撃できるうちに攻撃しておこう。そうか、ないんだよね。打ち崩す。力の限り戦います。エアリバイト、浄化の可能よ。シルフィーロール、シルフィーロール、クリスト最大。私だってこれくらい。私の決心攻撃。やっぱりな、ブロック手寿司は必要だな、どっちか。まあ、パーティー編成がね、そもそも原作に準じた感じでやってるんで、効率を重視するんだったらやっぱりブロック崩し持ってないやつはブロック崩しのサポートキャラを入れるっていう。すべての男たちは私の。まだたまらんか。トンプーどうしようかな。96000か。カイト長谷尾組が一応届くっちゃ届くな。一回つっついとくか。バックアタックはサイドアタック75か。これいいな。どこ見てんだ。で、ヒットポイントは回復させておきましょう。いくよ。アップル組程度だったら安いからね、いいんだけど。あ、ないんだ。そこちらもないんだ。気絶しねえかな。これ結構ね気絶するんだよね。ダメか。あ、使っちゃうもん。おお、反撃不能にはなった。面倒なやつを。あ、メイクが。で、どうしよう。まずこの雑魚敵を倒そう。横から。おお、気絶した。ほっとこう。粘っちゃった。私が相手です。で、横からつっついて、ブロックは外すと。いい
距離です。援護しますね。その次でしょ。クラリネットフォーカスが来ないよ。一発で一発切ります。エネルギーをゼロ距離で収束。インパルスエッジ形式ザーン。おお、いったね。さよなら。ここでここまで来て倒れるわけには。ここまで来てどこまで行く。あのお方を、名をグランドマスターを再び。ストライダー、あのお方の力ならばお前の友も。友などいない、必要もない。そうか、だからお前は。お、爆発した。人は一人か。だが飛竜、その先に待つのは。恐れるのか。いや、それが運命ならば。すべてはただの結果だ、おつま。クールすぎだろ。飛竜。私ね。届かない。最後はじゃあ、36レベル、37レベル、やっぱ大金ちょっと低いよな。援護ばっかりしてっかんな。やっぱね、プラズマフィールドがあるとないではだいぶ違うな、戦闘の落差が。龍騎1号はどうだ、博士。問題ないのね、全く。手は触れられていないみたいよ。やっと戻ってきたね。これがないと落ち着かないよ、私。久々にゲームもできるな。ふう、やっと風呂に入れるよ。私はとにかく早く眠りたいな。ま、とりあえずはご飯しよう。ふん、若造どもが気を抜きよって。ワルキューレ、黄金の種はどうなったんじゃ。はい、浦島さんが龍騎1号の点検をしている間に竜宮城へ送っておきました。ふう、これでようやく種をめぐる話は片付いたか。あの、うっかり姫さんがまた盗み出されたりしなければな。そこは信じるしかないよね。車両は戻ったわけだから、次は現代、俺たちの時代に戻る、だな。博士、できるか。ちょっと心配なのよね、実は。今それぞれの時代、それぞれの世界を隔てる次元の壁はボロボロなのよ、かなり。私たちの時代に正確に向かうためには調査分析が必要なわけ。ディメンジョンダイブだったわね。時間がかかるのかしら。ちょっと想像がつかないの。竜宮城に戻るというのも手かもね、この際。俺に考えがある。以前の任務でのデータだが。ふむ、もしかしてあの家かの。ああ、俺たちの時代に戻れるかもしれん。試してみてくれ、博士。あら、それは頂上ね、レイジ君。方法があるなら早くしろ。そうせかさないで。じゃ、乗り込んでちょうだい、みんな。レイジ君、どのデータ？前回の事件だ。本部のデータバンクに登録してある。これかしら。場所は、日本、東京の田園調布？そうだ。この場所の地下に。博士、車内のエアコン調子が悪くない？ちょっと寒いよ。シャワーの出が悪いんだけど、どこをいじれば治るの、博士。なあ、冷蔵庫に入れておいたストロベリーサンデーがないんだが、誰か食ったか？浦島、ゲームコーナーの格闘ゲーム、今日キックボタンが効かないんだけど。ちょっとうるさくてよ。そっちで何とかしなさい。こっちは忙しいんだから。作戦車両は少し不便なぐらいがいいのかもしれんな。考えておくわね。ともかくこの座標に飛んでみるから。ディメンジョンダイブセット。これはどこ。ここはどこの敷地だ。これはすごい豪邸じゃの。よほどの金持ちが住んどると見える。あら、ここって日本有数の財閥、法隆寺財閥の屋敷だ。財閥ってのは要するに大富豪ってことか。うむ、田園調布に家が建つ、それくらい金持ちってことじゃ。この龍騎1号の開発にも出資してもらってるのよ、かなり。ほう、神羅とかのようなつながりがあるとは。
というか、シンナのメンバーなのよ。交流事件の一人娘が。そうなのですか？私たちはお会いしたことないのですよね。まだ高校生だから、正規のエージェントじゃない。いわば見習いだ。高校生だって？ジュニアクラスっちゅうやつじゃな。今頃本部の養成所で頑張っちょるよってね。財閥のお嬢ちゃんを戦わせようなんて、政府の特務機関、どちゃけ人材不足なんだ。戦うための人材はいつでも足りないか。育成に時間もかかる。どこの業界でもそんなもんさ。それで、その嬢ちゃんの屋敷にどうして来れた？俺たちの時代なんだな。この屋敷の地下には、世界の境界線に干渉できる、ある石が封印されている。揺らぎや他の次元の歪みとはかなり反応が異なるのね。なるほど、他にない反応をピンポイントで選択したというわけですね。以前起きた事件が僕たちを救ってくれたのか。よし、これから渋谷だな。オーマが動いているとすればそこだ。シャドルーもまたしかり。オーマとの関係を考えればやっぱり渋谷なんだろうな。なんだ？あ、携帯か。おろ？電話？こりゃ諜報部からの特殊回線じゃな。諜報部？シンラはお前たち以外にもいるのか？そりゃそうじゃ。ま、つい最近配属された新人じゃがの。お、すまんの、こっちの話じゃ。ふむふむ、渋谷で？はてはて、ふむ。ふむ、わかった。ぬしら諜報部は渋谷から離脱。渋谷に隣接する区域の警戒をしてくれ。渋谷は完全閉鎖じゃ。わしらは隆起1号で突入する。任せておけ。0時、諜報部の天才からじゃ。渋谷で大間どもが動いちょるらしい。やはりな、渋谷を完全閉鎖ということはまた揺らぎがひどくなったのか。非常に不安定ということじゃ。何かが行われておるのは間違いなかろう。行くしかないな。突入しよう。間に合うといいが。博士、すぐに出発することになりそうです。龍騎1号、行けますか？ちょっと待って。レオン君。レオンのケネディ君はいるかしら？ん？どうした、博士？今、シンラの特別回線に連絡が入ったのよ。あなた宛に。何？俺への連絡？誰かはわからないけど、若い女の声よ。実際、若いかどうかもわからないけど。オペレーターのハニガン、なはずはないか。俺にとってこの世界は7年ほど過去の世界だ。匿名でレオンに？内容は？渋谷の混乱の裏で秘密裏に BOW が多数持ち込まれたって話よ。カムロ町に。なんだと？カムロ町がまた？慌てるな、キリュウ。確かな情報かわからん。誰からのものなのか不明なままでは。ああ、俺たちを攪乱するためのシャドルの罠かもしれないぜ。そうなのかしらね。カムロ町にはサイコドライブもあるという話を。サイコドライブ？渋谷じゃなくて新宿にあるの？これはますます罠の可能性があるね。大間との関係を考えれば渋谷が有力なはずだ。こちらの戦力を分散させるための偽りの情報なのか。とりあえずは渋谷かしらね、ここは。博士、その謎の女、情報以外に何か言ってなかったか？ああ、そうそう、あなた宛にこう伝えてくれって。でも、ただの挨拶よ。もう少し長く遊んでいたかったけれど、行くわ、だったかしら。そうか。エイダか。新宿にサイコドライブと BOW が運び込まれた話、俺は真実だと思う。今の話で何か確信できたんです？ああ、信頼はできないが信用はできる。急いだ方がいいだろう。そうだな、エイダ。レオンさんを信じると、渋谷と新宿だね。当然、カムロ町にはわしとキリュウちゃんで行くで。BOW が運び込まれているとなれば、私たちが行かないわけにはね。サイコドライブは私たちで抑えるから、心配しないで。ああ、ベガとの決着もつけなければな。決まったよね、行き先が。じゃあ、みんな乗って乗って。これはまたそうすると、渋谷組と新宿組か。じゃあ、まずは、渋谷でレイジ君たちを降ろすから、そして新宿に飛ぶ、でいいかしら。あ、それで行こう、頼む。さらばだ、世田谷、じゃなくて、田園調布の大富豪よ。てかさ、これさ、一般の人たちはどう生活してんの？大丈夫なの？渋谷は閉鎖されてるけど、新宿を閉鎖したっていう話は、
特に効かないし、一般人はもうこれ何もできないっしょ。はい、というところで第37話これで終了したいと思います。